不思議のメダイ不思議のメダイ、右は不思議のメダイ教会で販売しているもの不思議のメダイは聖母マリアの出現を目撃したフランスのカトリック修道ジョカトリーヌ・ラブレが聖母マリアによって示されたお告げとイメージをもとにデザインし、金細工師のアドリアン・バシェットが制作したメダルのこと。無限在の親鳥のメダイ、奇跡のメダイとも呼ばれる。 パリにある奇跡のメダイ教会1830年7月18日、パリのバック通りにある修道院で、カトリーヌ・ラブレは、子供の声を聞いて、目を覚まし、そこで彼女は、聖母、マリアの出現を目撃した。聖母マリアは、神はあなたに使命を委ねます。あなたは否定されるでしょう。しかし恐れてはいけません。あなたは恩寵によってその使命を成し遂げるでしょう。フランス。 そして世界は今、悪の時代ですと話した。同年11月27日、カトリーヌは夕方の木葬の時間に聖母マリアが再び現れたと報告した。聖母マリアは楕円形の枠の中で地上に立ち、様々な色の指輪をしており、ほとんど指輪からは輝く光線が地上に降り注いでいた。楕円形の枠のヘリには、王、マリエ、 関数サンズ p s h エ,エ,エプレスポアーヌクイエイブンスリーコースアブーという文字があり、そして楕円形の枠は裏返り、十二の星の輪と十字架の上に乗る大きな M の文字、うばらに囲まれた王冠を冠したイエス・キリストの心臓と王冠を冠主剣の刺さった聖母、マリアの心臓が見えた。カトリーヌはまた、聖母マリアがこのイメージを調剤司祭に伝え、 彼らにそのメダを身につけるように言い、それを身につける人は大きな恵みを受けるでしょうと、話しなさいというのを聞いた。カトリーヌは言われた通り実行し、被災は2年間の調査及び、カトリーヌの日々の振る舞いについての観察の後、その身元を明かさずに、パリの大司教に情報を持って行った。そして妖精は受け入れられて、メダを作る許可が大司教から与えられ。 聖母マリアがカトリーヌに示したイメージをもとに、金細育士のアドリアン・バシェットによって作り出された。それ以後、この、メダイを身につけ聖母に取り継ぎを願う人々に、いろいろな奇跡の恵みが与えられたため、いつとはなしに、不思議のメダイと呼ばれるようになった。不思議のメダイに関しての多くの著しい出来事の中の一つは、ストラスブールのマリー・アルフォンス・ラティス・ボンヌの会心である。 ラティス・ボンヌは友人に対し教会に入ることはないと宣言していた。しかし、友人の強い勧めにより彼は不思議のメダをつけることにしぶしぶ同意し、ローマのサンタンドレアでってふらって教会に入ると不思議のメダが象徴している姿の聖母マリアが彼の目の前に現れ、彼は速やかに改心した。この時に出現した聖母をシオンの聖母といい、 この出現も教皇庁は奇跡として記録している。この聖母の立像を鋳造した1500個のメダイが愛徳姉妹会の手によって人々に配布された当時、手渡された人々は、そのカトリーヌへの聖母のご出現その他のメダイが鋳造された理由や由来を何も知らされぬままであった。配布を受けた人々からは当時流行していたこれら、狂犬病等の回遊が報告され、 無神論者たちの改心も伴い、不思議のメダイとして、いつしか呼ばれ、その名がちまたにルフすることとなった。不思議のメダイ鋳造の経緯や、配布される理由などが、カトリーヌの長財司祭、アラデル司祭によって、匿名で公表されたのは、メダイ鋳造後、2年経ってからである。1836年2月16日の調査によると、メダイの形は卵型で、王。 マリエ、関数サンズ p s e h へプレスポアーヌクイエイブンスリーコースアブーという祈りの言葉が、聖母、マリアの右手から始まり、頭の上に続いて、左手で終わっていた。カトリーヌ自身による手記によると、聖母マリアは光り輝くローブを身にまとい、ローブはハイネックで平素な袖をしていた。聖母マリアは地球の半分の上に立っていて、手は、 腰の位置まで持ち上げられ、すべての指にはダイヤモンドの指輪がされ、異なる大きさの光線が出ていた。また指には各々三つの指輪がはめられ、最も大きな石が最も光り輝く光線を出していた。カトリーヌはいくつかのダイヤモンドは光を発していなかったと付け加えている。ありがとうございます。